パンチラ。パンチラとは、主に女性用の短い下履き、パンティーがチラリと見えてしまうことを意味する言葉。チラリズムの一種とされる。チラリズムはもともと、1951年の流行後、女優の浅上千代が舞台での立ち回りの際に太ももをチラリと見せたことから発生した語句であり、ちょっとだけ見えることから気づかれていなかった欲求を起こし、 想像力がかき立てられるといった効果を引き起こすもの。広告、演出手法でいうところの、ティザー、ティザージラッシュが該当する。そこから転じて、パンチラとは主に男女や状況などを特に限定せず、意識して、もろに見せるのではなく、見せるつもりはないが、何らかの事情でちょっとだけ見えてしまったものを意味す。ただし、極端に短い、ある程度パンツが見えてしまうのは覚悟の上のミニスカート。 極端なローライズのジーンズなど、明確な区分は難しい。また、チラリどころではなく、もろに見えてしまっているような状況を、パンモロと呼ぶ場合がある。ズボンから、下着がはみ出して見える状態は刺さず、もっぱらスカートについて、しかも、裾がめくれて見えている状態のみを刺す。別の概念としては、パンチラに近いほど際どい露出をしながら、パンツを描かずに、 下着そのものを履いているかを曖昧に描写する、履いてないというものがある。注目されるようになった時期は不明である。1986年版、現代用語の基礎知識で初掲載されたが、実際は1970年代より使われている。日本では和服の時代には基本的に下脇は着用しないものであり、裾がまくれた場合にはパンティーではなく正器が見える状況であった。 しかし、この頃からの周知心の変遷について研究した井上昭一によれば、当時は見えてしまうことは、さして大変なことではなく、日常的な風景であったとされる。また、そのような視点から白木屋の火事のエピソードを否定している。その後、様相に切り替わって女性が下履きを着用するようになり、次第にパンティーが見えることが受け止められるようになるが、 明確な時期は不明である。少なくとも1960年代には、アンダースコートなどのスポーツ用下着は、見せても用意した着として、社会的コンセンサスができていた。1930年代のアメリカでは、すでに、マックス・フライシャーが手掛けたキャラクターベティブープが、風によってパンティが見える演出が出来上がっており、1950年代の、 ハリウッドを代表する女優マリリン・モンローの出演した映画7年目の脇1955年においてはスカートが大きくまくれ上がるシーンがあり話題を呼んだ。日本では1969年に小川ローザーが出演して王猛烈のキャッチコピーで一世を風靡したマルゼン石油現コスモ石油のテレビ CM でミニスカートがめくれるシーンがあり話題になった。 また、それに前後して1968年から連載が始まった長い号の漫画作品、ハレンチ学園に影響されてのスカートめくりが流行した。遅くとも、この時期にはすでにパンチラという概念がある、程度定着していたと考えることができる。1970年代から1980年代にはパンチラが人々の関心を集める効果が注目され、 青少年向け雑誌のグラビアだけでなく、テレビ CM の上等手段となり、テレビドラマなどにもしばしば登場した。その後に雑誌のグラビアなどが過激な方向にシフトしたこと、ミニスカートが一般に浸透して見える、可能性がある場合には見えてもいいものを重ね破きする、習慣が普及したことなどの事情が重なり、パンチラ自体の注目度は低下したように思えた。 1993年 NHK 社員が取材腕章を悪用して甲子園の応援中の女生徒のスカートの中を盗撮し兵庫県迷惑防止条例で書類送検される事件が起き撮影は犯罪であると判断されたパンチラが異性の性的な視線を集めることが周知されて嫌悪感を持つ人が増えたため 不特定多数を対象とした媒体、テレビなどではあまり見られなくなっている。男性の視線を快虐的に描いた作品としては、グループ魂によるパンチラ・オブ・ジョイ・トイ、2004年、荒ぶる日本の魂たち収録楽曲があった。漫画においては、パンチラは健康的なエロティシズムの象徴として、多くの漫画家が作中で使用された。中でも、金井達夫はその作品、 ホールインワンにおいて漫画におけるパンチラ描写をほぼなさせた人物としてサルマン等で高く評価されている。アニメにおいてはその視聴者層も意識してパンチラが性的な意味で使用されることは抑えられてきた。小学生またはその前後に相当する年齢の女児に関するパンチラやパンモロはその女児の元気の良さの象徴として一般的な演出方法であり、 類例は多かった。アニメーション映画のミッキーマウスシリーズ1928年のヒロインミニーマウスやパンダコパンダ1972年1973年の主人公のミミコ、テレビアニメムーミン1969年1972年のミーなどが例として挙げられる。またサザエさん1969年タイのワカメ、 原作の描写にもよるなども同様である。ただし、これらの作品において見えるパンツは俗に、カボチャパンツと呼ばれるもので、露骨に性欲を煽るものでなかったのに対し、マックスフライシャーのベティブープや、ドラえもん、1979年タイの源の、静かは、体のラインを想起させるものもあった。バトルアニメにおいても体を激しく動かすため、パンチラ描写は当然のように存在している。 科学忍者対茶ンの白鳥の順など、1997年に OVA、アイカが制作されると、それまでは受動的であったパンチラを能動的にパンツを見せるという演出手法が取られると同時に、伝部における肉感やパンツのシワなどの精密な描写が用いられている。2000年代に入り、テレビアニメでのパンチラ表現は、サザエさんやクレヨンしんちゃんを除くと、 あまり見られなくなった。これには未成年者による犯罪の増加や実際の犯罪発生率はほぼ横ばい。メディア効果論も参照日本のアニメが海外でも数多く放映されるようになり、自主規制が高まったことなどが背景にあるとされる。初期にはパンチラが存在し、商品化された人形やぬいぐるみでもパンツマール見えだったチビマルコちゃんやブラックジャックのピノなどからも その種の表現がなくなっている。2019年現在では、アニメにおけるパンチラは、最初から視聴者に見せることを意図した、深夜アニメや商品化された、テレビアニメ及び、OVA、有料の優先、衛星放送に限られつつある、1500など、劇場公開作品では、イベントとして、大胆なパンチラや、パンモロが描かれることも少なくなく、地上波放送時に、 編集や削除を施されることは、まずない。ただし、ドラえもんのび太の秘密道具博物館では、規制が行われたが、2015年後期からは、地上波の深夜帯でも、パンチラを描くことは難しくなっている。ただ、2012年に放送された、テレビドラマ、メグタンって魔法使えるのでは大胆なパンモロが描かれている。倫理コードによりパンチラ描写が難しくなった代わりに、 上節に記載されている、入ってない描写でカバーするところも増えている。アダルトゲームではごく日常的に描かれることはあるが、家庭用ゲームではあまり描かれることはなかった。一時期、セガサターン用のゲームソフトで、X 指定、18近内し、推奨年齢18歳上の区分で、パンチラやハンラまでは容認されていた、下級生など。2002年に、 家庭用ゲームソフトの審査を行う業界団体、コンピュータエンターテインメントレーティング機構、セロが設立されたのを機に、同団体による審査でパンチラも対象になったことと、各ゲーム機のメーカー、ニンテンドー、セガ、ソニーコンピュータエンターテインメント、マイクロソフトによって異なっていた表現の規制がほぼ統一されたことで、家庭用ゲームでも少しずつ見られつつあるパンチラや、 その他の性欲を早期させる描写によって、B、12歳以上対象ないし、C、15歳以上対象に、より露骨な描写だと、D、17歳以上対象に区分されることもある。5、おさむき。